ベルンボイレンは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、オーバーバイエルン行政管区のバイルハイムショーンガウ、軍に属す、町村であり、ブルック県と共に形成する、ベルンボイレン行政共同体の本部所在地である。アウアーベルクとハスラハコベルンボイレンは、オーバーラント地方に位置する。この町は、公式には63の地区からなる。このうち小集落や、 孤立農場などを除く集落を以下に列記する。この町はベロビング家の士族ベロの入植地を起源とし、地名もこの士族名に由来する。1221年にウルリヒホンベロブロという人物が文献に記録されている。カロリング朝時代、ベルンボイレンはフランク族の帝国領であった。その後ベルンボイレンはアウクスブルク市教領となった。 1803年の帝国代表者会議主要、決議以降はバイエルンに属した。バイエルンの行政改革に伴う1818 18年の市町村令により、現在の自治体が成立した。町長はカールシュライヒである。町議会は14議席からなる。ベルンボイ連には政治会派はない。聖母の訪問礼拝堂。ありがとうございます。